はい、どうも、カレアンでございます。今回はですね、こちら、ザ・ファブルの13巻、最新巻でございますが、ファブルに関してはもう毎回ね、新巻レビューをさせていただいていますので、今回もね、ザ・ファブル13巻の、新巻レビューをさせていただこうと思います。前回の終わりからってとこ考えると、やっぱりね、コミック派の人はめちゃくちゃ気になった感じで終わったんじゃないですかね。もうこんな風に終わらせるのはもう憎いっていう風にね思わされるぐらい12巻ってやっぱりやばかったんじゃないかなっていうところもあったし、その前とかで考えるとファブルのアクションってやっぱ主人公がぶっ飛びすぎてて、うわこいつどうなんだって やばすぎるやろっていうのが、そのね比較してみるとやっぱ一番わかりやすいじゃないですか。殺し屋と殺し屋を混ぜてみたらもう全然レベルが違うっていうところの6巻と、そっから比べてってまたなんか無双状態になるんかなっていうところを思ってたのが、12巻はやっぱり全然違ったっていうかね、また新たな演出入れてきたっていうのが、またファブルという作品の本当幅も広がったというか、またこういう風な演出とか引き出しも出てくるやなっていうのも、本当にいろいろ考えたらやっぱ12巻は史上最高やったなっていうところもあったんですけど、12巻からの続きということで、まあ13巻のそこね、ウツボ編がもう今回で完結ということで、まあウツボ編で変化というところで見られたやっぱ主人公がね、なんか自分に対する責任感が強くなったっていうのがすごく印象的で、それがね、ウツボ編から出てきたひなちゃんっていうね、足の悪い子、まあその子が足の悪くなった原因が少なくとも自分にあるっていうのが、まあそういう風に責任感っていうのを抱くようになったっていうのが主人公の精神面での成長なんじゃないかなっていうのも、ちょっとそういう風に捉えられてもおかしくないと思うし、この主人公がそもそも元からね、ちょっと人のコミュニケーションを取るのがめちゃくちゃ苦手な人間がね、こういう風になったっていうのはある意味ね、ちょっと成長っていうところもすごくそういう風に捉えても面白いんじゃないかなっていう風にも思ったところもあったんですよね。そして、ウツボ編が完結したことによって、なんともうね、このファブルの中のシーズン作品のストーリーとしては、クリスマスシーズンだって言うんですよ。それでね、主人公人生初のクリスマスパーティーということで、いやーちょっとね、どんなもんなのかなっていうのが、正直やっぱり、まあ日常と非日常が繰り広げられるっていうのがファブルって作品だと思うんですけども、やっぱり非日常って、まあまあなんとなくっていうかアクションっていうところは、まあこういう風になるんじゃないかなっていうのもね、わからなくもないし、むしろそういう風な圧倒的なスキルを見せられることによって、すげーなっていう風に思わされるのが毎回のファブルっていうとかおなじみのファブルだと思うんですけど、それに匹敵してやっぱりね、普通のまあその会社というか職業に勤めて、そこでまあ普通の生活を送るっていうところの、まあ主人公はでも殺し屋だよっていうところのね、そういった目線で見てる上では、まあやっぱ普通そっちの方が予想できないっていうところだと思うんですよね。主人公がどっかでやっぱおかしいことっていうかおかしな言動を起こすのは、まあそれは分かりきってるんやけど、どういう風にちょっとおかしなところのことを行動というかおかしな部分を見せるのかっていうのが、やっぱ日常ってね、そういう風に面白かったところだと思うんですけど、それがね、ちょっと日常的なイベントとしてクリスマスパーティーが来たということなんで、クリスマスパーティーはね、終始というかもうね、この一巻でも結構やっぱりクリスマスパーティー件多かったんですけど、いやーちょっとクリスマスパーティーはね、いやー本当にめちゃくちゃ面白かったですね。まず一言で言うと、ここまで濃密なクリスマスパーティーというのは、正直その前のアクションというか、ウツボ編でめちゃくちゃ命を狙われてたことから比べると、いやーやっぱりね、こっちもこっちで本当匹敵した面白さだったかなっていう風にもね、ちょっと捉えられたところもあったんですよね。普段からね、おかしな言動において、やっぱこいつおかしいんじゃないかな、変なやつなんていう風に見られるところがやっぱちょっと面白いってところもあるんですけど、まあ今回も今回でこういうイベントが起こったことによっての、主人公の身元、まあそこまでねバレる心配もないはずなんですけど、ちょっとね、あれなんかまたおかしなところってか、ね、ツッコミどころ満載っていうのが、また出てきそうっていうのがね、このイベントでもちょっと見れたのが、それがやっぱり面白くてね、今回のこのクリスマスパーティーにおいてね、少し始まる前から、主人公が勤めてる会社の社長がね、
なんかちょっとね余計なことをし始めるというか、主人公と美咲をくっつけようとするんですよ。この二人実はお似合いなんじゃないかなっていうふうに勝手に解釈して、その上でこのクリスマスパーティーはクリスマスといえばカップルみたいな風にやっぱ普通に見えるじゃないですか。やっぱこのクリスマスパーティーの機会にこれに乗じて、この二人をくっつけたろうっていう風にクリスマスパーティー望もうとするんですよね。くっつけようとする社長と、そしてね、普段よりも念を押して、もうより一般人っぽく振る舞おうとする主人公、この二つが混ざったらどうなんだかっていうのが、これがめちゃくちゃ面白かったんですよね。ここがね、なんか社長のこの要素っていうか、まあなんかくっつけようとするところ、まあどうやってね、このクリスマスかかってくんかなーとかって思ってたら、まさかのね、主人公のすごく意識してた部分、もう今回は目立つ行動はやめようっていうかね、普通にクリスマスパーティーを楽しもうと思ってたのが、いや、まさかっていうかね、ちょっとね、自分的にも正体がバレそうになるんじゃないかっていうところにも繋がっていくのが、そこに繋げるのが、やっぱ上手い演出なんじゃないかな、上手いストーリーになってたっていうのが、ちょっとね、やっぱ本当に面白い演出になってたっていうふうにも思いましたし、この二つを繋げるっていうのが、本当上手いっすよね、本当にね。やっぱ社長の思惑っていうのがね、もう主人公の思惑とこんだけ合致するのが、すごいなっていうのはね、そのクリスマスパーティーが、もう本当結構長かったんですけどね、それも一連すべて、そのストーリーっていうのがね、やっぱ全部、目が離せないようなクリスマスパーティーになってたなっていうふうにも思いましたね。やっぱりこのクリスマスパーティーを見せたことによって、前回のうつぼ編っていうところの流れから、じゃあこのうつぼ編めちゃくちゃ面白かったけど、それからちょっと小休止というか、まあクリスマスとはいえね、体を休めるような機会によって、こういう風な日常会を、まあ面白さは半減するのか比べたら、どうなのかっていうのもあったはずなんですけども、まあ全然もうね、もう全く劣ることを知らないというか、こっちもこっちで面白かったというのは、やっぱそのね、ほんと両立してんのはやっぱすごいっすよね、ファブルっていうのは。バイオレンスっていう部分でも、当たり前の面白さを発揮するのと、その殺し屋というところを、まあ逆手にとってね、ある意味ね、殺し屋を日常生活に送り込んで、日常生活で殺し屋あたふたすると、おかしな言動をオンパレードっていうのを、またこのクリスマスパーティーにも入れてきたというのは本当にね、やっぱ今回を見た感じでは、毎回ねファブルというのは、日常生活というところの、そういった部分での面白さと、それとは真逆の、フラ社会もうそうね、バイオレンス要素の面白さも、そのどっちもやっぱりね今回でも新たに再確認させられたというのが、ちょっとねこのクリスマスパーティーの面白さは間違いなくめちゃくちゃ面白かったというところもありましたんでね、13巻まで出てますけども本当にね、まだ読んでない方にもファブルマジで読んでいただきたいと思いますし、やっぱりね、イメージっていうのもあるかもしれませんが、やっぱりそのイメージもちょっとねファブルって漫画が払拭されるかもしれないんでね、そういった部分でもねぜひとも読んでいただきたいというのは大前提で、この次の14巻もねもうこれ間違いなく僕もね、新刊レビューすると思いますので、そちらの方でも、ぜひとも皆さんにもね、待っていただきたいかなというふうにも思っております。やっぱめちゃくちゃ好きですけど、まだ数字的なところが出てない分、ファブルマジでね、100万いってもおかしくないっていうのが正直自分の中ではありますし、そういった部分でもね、100万いったから新刊レビューせんってわけではないですしね、そんだけ自分の動画としては、自分のチャンネルとしても、本当に影響を及ぼしてくださったファブルという作品をね、どんどんリスペクトして、本誌コミックの方でもね、どんどんやっぱりねもうずっとついていくっていうのは決めてるんですけど、ファブルという漫画をですねもう今後も、いろんな形で紹介していこうというふうに思っております。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではBye!